これはもはや食べる腸内洗浄。今回の動画は衝撃、食べるだけで腸内洗浄されて痩せる食べ物トップ5、体の毒が出て便秘も解消というテーマでお伝えをします。皆さんはダイエットを頑張っているつもりなのになぜか痩せない、食欲が乱れやすい、ストレスが溜まるとついお菓子を食べてしまうなんてことありませんか？実はこういったお悩みは腸を意識すればね、まるっと解決することができるんですよ。なぜなら腸内環境によって痩せやすい体質になるか、痩せにくい体質になるか分かれ道になってくるからですね。しかも腸内環境が良くなればメンタルが安定して美肌になって免疫力もアップする、もういいことずくめ。実際私は今日ご紹介する食べ物を意識することで20年以上苦しんできた頑固な便秘を解消でき、あらゆる不調が改善し、楽にマイナス12キロのダイエットに成功するっていうことができました。これは2500名以上サポートさせていただいてきた私のダイエット講座の受講生様も同じように効果っていうのが出ています。なので楽に痩せて綺麗に健康になりたい人はぜひこの動画を最後までチェックしてくださいね。先ほどもお伝えしたように腸が整うと勝手に痩せ体質になることができます。なぜなら腸はダイエットに関する様々な役割っていうのを担っているからです。その理由を今から一つ一つご紹介していきますね。この理由を知ってしまうともう腸活を意識せずにはいられなくなると思いますよ。腸が整うと痩せる理由一つ目です。デトックス。腸から便が排泄されることでデトックスできるというのは皆さんもねすでにイメージがあると思うんですが、その効果は想像以上。なぜならデトックスの 75% は排便が担っているから。デトックスイコール発汗というイメージもあると思うんですが、発汗によるデトックスはたった 5% にも満たないと言われています。つまりデトックスのほとんどは腸、便のおかげなんですね。なので腸内環境が良くないと体に不要なものがどん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 溜まってしまいます。そうすると当然体重は増えますし、お腹もポッコリしますよね。それだけではなくて体臭、肌荒れ、免疫力の低下など様々な不調にもつながっていくんです。特に免疫細胞の7割は腸にあるので、腸内環境が悪いと感染症、癌、過敏性腸症候群など様々な病気のリスクっていうのも高まります。なのでダイエットだけではなく健康、美容のためにも特に腸を意識することが大事なんです。腸が整うと痩せる理由2つ目です。栄養の吸収。あまり知られていないんですが、実は栄養の吸収というのは腸で行われているんです。そのため腸内環境が悪いと栄養の吸収が悪くなってしまいます。そうするとダイエットに効果的な栄養をとっているのにもかかわらず、その効果を得られにくくなってしまうんですね。実際体に必要な栄養をとることで細胞レベルで体の状態っていうのが良くなるので基礎代謝を高めることができます。しかも基礎代謝は代謝全体の7割もの割合っていうのを占めています。つまり努力や我慢なく楽に痩せ体質になっていくためにはこの栄養の吸収力を高めることが重要なので、腸活はダイエットに欠かせないポイントなんですね。腸が整うと痩せる理由3つ目です。食欲の安定。これも多くの方はイメージがないと思うんですが、実は腸内環境というのは食欲にも深いつながりがあるんです。なぜなら腸に存在するセロトニンというホルモンには食欲を安定させる効果があるから。しかもこのセロトニンは別名ハッピーホルモンとも呼ばれてメンタルを安定させる効果まであります。つまり腸内環境が整ってセロトニンがしっかり働くことができるようになると食欲の暴走とストレス食べを抑えることができるんです。その上腸にある菌を増やすことでさらに食欲を抑える効果っていうのが期待できるんですよ。その菌を次の項目でご紹介していきますね。腸が整うと痩せる理由の4つ目です。痩せ菌。これまでお伝えしたダイエットのためには腸にいい善玉菌を増やし、腸に悪い悪玉菌を減らす、そのことで腸内環境を整えることが大事ということね、これお分かりいただけたかと思います。ただあまり知られていないんですが、実は腸内細菌で最も数が多いのが善玉菌でも悪玉菌でもない日和見菌っていう腸内細菌なんです。この日和見菌はどっちつかずの菌で勢力が強い方の菌の味方をします。この点からも善玉菌を増やして勢力を強くしておくことが大事と言えますね。加えてこの日和見菌の中には痩せ菌という秘密のダイエット菌があるんです。これは痩せやすさに関係する腸内細菌の通称。なんとこの痩せ菌は短鎖脂肪酸という物質を作り出すことで脂肪が栄養分を取り込むのを抑えたり、食欲を抑えたり、全身の代謝を活性化させエネルギーを消費しやすくする働きがあるんです。そのためこの痩せ菌があるだけで勝手に痩せやすくなります。
以上のことから腸内環境が整うと勝手に痩せやすくなる理由、そしてそのために善玉菌と痩せ菌を増やすことが大事ということね、お分かりいただけたかと思います。では具体的にはどうすると腸内環境を整えて痩せることができるんでしょうか。それは腸にいい食材を美味しく食べるだけで OK ということで、続いてはダイエット講師が特におすすめする腸活食材をランキング形式でね5つご紹介していきますね。食べるだけで痩せる腸活食材第5位です。ヨーグルト。腸活に効果的な食材としてまず思い浮かべるのが発酵食品ではないでしょうか。なぜなら発酵食品には腸にいい菌が豊富に含まれているから。そんな発酵食品の中でも特に手軽に取り入れやすいのがヨーグルト。デザート感覚で美味しく楽しめるのが嬉しいポイントですよね。ただ砂糖入りの加糖ヨーグルトの場合、腸活効果は感じにくいかもしれません。なぜなら砂糖は腸の悪玉菌の餌になってしまうから。これだと腸にいいものと悪いものを一緒に摂っていることになるので、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるようなものですよね。なんとなくイメージできますか。とはいえどうしても無糖ヨーグルトは苦手という方ね、いらっしゃると思います。どちらかというと私も苦手です。そんな方は腸にいい果物や蜂蜜、オリゴ糖などをね少量トッピングするっていうのもおすすめです。私はきな粉とブルーベリーを入れて、ちょっと蜂蜜を入れて毎日食べています。またヨーグルトの菌は胃酸に弱いので、食事の最初ではなく食事の後に食べるっていうのも大事なポイントですよ。食べるだけで痩せる腸活食材第4位、キムチ。先ほどのヨーグルトと同じ発酵食品がこのキムチ。しかもこれらはヨーグルトよりも腸活効果がさらに高い。なぜならキムチに含まれている食物性の乳酸菌はヨーグルトの動物性の乳酸菌よりも腸に届きやすいから。しかもキムチって野菜からできていますよね。なので腸活に効く食物繊維も豊富に含まれているんです。その上キムチの材料であるニンニクには腸の善玉菌の餌になるオリゴ糖も豊富。ただ日本の市販のキムチって実は発酵していないものも多い上、腸に悪い添加物や血糖値を急上昇させる加糖ブドウ糖液糖が多く含まれている場合も多いです。なので乳酸発酵していることが明記されているキムチを選ぶようにしたり、できるだけシンプルな原料のキムチを選ぶということもポイントですよ。食べるだけで痩せる腸活食材第3位、キノコ。腸内をデトックスするのに特に効果的な食材がキノコ。なぜならキノコには不溶性食物繊維が特に豊富に含まれているから。というのも不溶性食物繊維は腸内のゴミを絡め取ることで便のかさを増やして、これによって腸のね壁を刺激することで便を出しやすくしてくれるからです。つまり腸の掃除と腸の動きを良くするというね2つの嬉しい作用があるんですよ。なのでキノコは特に活動量や筋力が少なく腸の動きが悪くなりやすい方にねおすすめしたい食材。しかもキノコはね超低カロリー低糖質ですよね。その上食物繊維豊富なものは血糖の急上昇を抑えて脂肪の蓄積を抑える効果、満腹感を高める効果なども期待できます。これらの点からもキノコはダイエットに最適な食材と言えます。ちなみにキノコの種類はね何でも OK です。食べるだけで痩せる腸活食材第2位です、海藻。先ほどもお伝えしたように日和見菌の中には痩せ菌というダイエットを後押ししてくれるありがたい腸内細菌があります。そんな痩せ菌には実は大好物があるんです。それが水溶性食物繊維。これは先ほどの不溶性食物繊維とはまた働きが違って、腸の痩せ菌や善玉菌の餌となったり、便に水分を含ませて柔らかくして出しやすくしてくれる作用っていうのがあるんです。なので水溶性食物繊維も腸活のために特におすすめしたい栄養素。そんな水溶性食物繊維はネバネバしたものに多く含まれています。手軽に取り入れやすいものだとわかめ、もずく、めかぶ、海苔などの海藻ですね。その上海藻に同じく便を柔らかくして出しやすくする効果のあるマグネシウムも豊富。そのため海藻は特に便が硬くなりやすい人におすすめな食材。また海藻は先ほどのキノコと同じく超低カロリー低糖質、加えて水溶性食物繊維豊富なものは特に血糖値の急上昇を抑える効果や満腹感を高める効果が高いんです。食べるだけで痩せる腸活食材第1位、納豆。
これまでご紹介してきたヨーグルトやキムチ、ぬか漬けに豊富な腸にいい菌、キムチに豊富なオリゴ糖、キノコに豊富な不溶性食物繊維、海藻に豊富な水溶性食物繊維やマグネシウム、実はこれらの腸活に効果的な栄養素が全て含まれているのが私たち日本人のソウルフードである納豆なので、これはもはや食べる腸内洗浄と言ってもいいぐらい、納豆は腸活効果が最強の食材なんです。しかも納豆は調理いらずでお手頃価格で、どこでも手軽に手に入るっていうのもね、嬉しいポイント。そのため毎日継続して取り入れやすい、そしてこの継続っていうのがね、腸活において重要点なんですね。なぜなら腸内では常に善玉菌と悪玉菌が勢力争いをしているから。それゆえ善玉菌や痩せ菌の味方になるものを取り続けるっていうことが大事なんです。ただ納豆に付属のタレには腸に悪い甘味料や添加物っていうのがね、多く含まれています。そこでおすすめするのが、先ほどご紹介したキムチと納豆を一緒に食べること。キムチにしっかり味がついているので、タレなしで納豆でも美味しく楽しめる上、納豆菌によってキムチの乳酸菌が増殖されやすくなりますよ。ただ最後に皆さんにね、どうしてもお伝えしておきたい注意点というのもあります。それはこれまでお伝えしてきたように、痩せるためには腸活がかなり重要な点であるんですが、ダイエットにおいて一番大事なポイントっていうのは食事のバランスなんです。なのでこの痩せる食事のバランスを身につけた上で、今回ご紹介した腸活食材でそのダイエット効果をさらに高めていくっていうことが大事なんですね。しかもこの痩せる食事って簡単に準備できるのに、かなり満足感っていうのもあるんです。実際私は看護師、保健師、ダイエット講師として、この簡単に実践できる正しい食事法により、これまで2500名以上の方をダイエットからの成功に導いてきました。ここまで真剣に動画をご視聴していただいたあなたも、食べて痩せる食事法を学び、3ヶ月後には過去最高のあなたを手に入れてほしいと思います。現在11万人以上が登録している公式 LINE では、食べ痩せ小冊子2冊や脱リバウンド動画3本を無料で受け取ることができ、今回の動画でご紹介しきれなかった1万7000文字の食べ痩せ教科書、何をしても痩せなかった晩年ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ、体脂肪率マイナス 8% 達成できた食べ痩せマスターワークブック6冊、実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピ、ダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券、30代から60代の女性で効果を検証済みの食べ痩せおすすめ度診断ツールなどの合計7個のプレゼントを公式 LINE 限定で無料配布しています。さらに今なら3ステップで学べる食べ痩せの秘密を簡単に習得できる3ステップ動画、これも受け取れます。食事改善といっても何からしたらいいのかわからないという方、そういったご質問多くいただいておりますので、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されているので赤枠の公式 LINE の URL をタップ、タップ後10秒でプレゼントが受け取れます。すでに登録していただいている方には今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので、楽しみにしておいてください。ちなみに、なんで有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですけれども、私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなく、私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を一人でも減らしたい、そんな理念で YouTube を運営しているからです。一人でも多くの方に正しい食事、ダイエットっていうのを知ってほしいので、公式 LINE の特典は全て無料です。ぜひ受け取ってみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は、高評価とコメント欄に何か一言でもいいのでご感想をいただけると今後の励みになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。